ートレース宮島 G3 第4回ウエスタンヤング。水面上は残る2つの席をかけての戦い、第12レースの準優勝戦です。対戦メンバーは、1号艇前田翔太、2号艇末永祐樹、3号艇田中京介、4号艇村岡健人、5号艇篠崎仁、6号艇塩田北斗、以上6名の対戦です。インは1号艇前田翔太、仕上がり万全のシリーズリーダー、ドリーム含め4勝マークとリズムも文句なし、優勝戦の1枠をかけての戦いです。人気の中心、前田のイン戦。2コースは2号艇末永祐樹、宮島は優勝のある水面です。3コース3号艇田中京介、ここは通算9回目の優出を狙う一戦です。残る3選手引きます。角は4号艇村岡健人。伸びは抜群。一発の魅力は十分。5コース5号艇篠崎仁。第1回第2回大会の覇者。ここは意地の見せどころです。6コース6号艇塩田北斗。18番目の月も味方に今年5回目の優出目指します。風はホーム、向かいの風、今風速6メートル。第12レース準優勝戦、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番で今スタートしました。トップスタートは角から4号艇村岡健人、一気に寄せていく1席マーク。内3番飲み込んだ4号艇がまくっていく、外行った5号艇くるりと応戦1号艇で、まっすぐに入りますが、さあここは角まくりからトップ4号艇村岡健人、一定審判リードを取っています。そしてそのすぐ後ろですが、外から5番、1番、そして6番と、今3艇が並んでの2着争い、大混戦、スタートは正常でした。今あと4号艇がトップでクリア、2着争い6号艇がやってきた、握り込んでかわしてくる1号艇、そして6番、5番もつれ合ってホームダウンで、1号艇前田が2番手浮上。ここで上位の2艇、4号艇、1号艇抜け出して、3番手争いからは5号艇の篠崎が上がっています。4番手は6号艇塩田、後ろは2番、3番追走し、これから2周の1マーク、トップで4号艇、続いて1号艇、その後5号艇に対して握っていく6号艇塩田、バス側に入りますが、3番手の位置を守るのは5号艇篠崎仁、リード2艇身です。4番手は6号艇塩田、後ろ大きく見つけられて3号艇田中、最後方が2号艇末永です。これから2周の2マーク、4号艇、1号艇、そして5号艇の順に折り返してきていまして、上位の体形、4番、1番、5番と固まって、レースはこれから最終周回です。先頭は4コース角からトップスタートを決めて、イースト1マークはまくり快勝でした。4号艇村岡健人、3周の1マークをトップでクリア。2番手は惜しくも1号艇前田翔太。3番手は5号艇篠崎仁で、上位の体勢は4番、1番、5番です。このまま4番、1番、5番で決まりますと、3連単のオッズは 41.7 倍です。さあ、この12レースからは、村岡健人と前田翔太、この2人が、優勝戦進出を決めそう。ラストターンマーク、トップは4号艇村岡健人、2番手は1号艇前田翔太、3番手は5号艇篠崎で、まもなくゴール。第12レース、先頭4番ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、2番ゴールイン、ラストで3番ゴールイン。